おはようございます。おはようございます。大変申し訳ございません。いえ。大変申し訳ございませんでした。あらあら。本当に。いや、今編集しようと思ったらさ、見事に自分の声だけが入ってなかったっていう。あるある、全最然。悪よ。土の子ブラザーズの土ラジエ。皆さんこんばんは、土ラジのお時間です。メインパーソナリティは土の子ブラザーズのペペロンと、ちのです。この動画は土の子ブラザーズの2人がちょっと気になっていることや世の中で起こっていることを、ああでもないこうでもないとラジオ形式で話していく動画になります。はい、喋ってる間に鼻をすするのやめてください。ごめん。出ちゃってる。鼻が出ちゃってる。鼻が出ちゃってる。ということで、はい。テイなんクでしょ2なわけですけど、テイク2なわけですけう。ど、投稿日の、昼というか夕方に撮っております。編集しようと思ったらもう自分の声が入ってなくてびっくりしたよ。いや、ほんと。チーノが一人だけ喋ってるみたいな。誰と喋ってんの状態で。ね。何話してたっけね、昨日。そうね、あれだ。自粛期間中ですけど、ちょうど半分が、自粛き、そうだ。緊急事態宣言のちょうど2週間経って、残り2週間っていうことで、コロナ収束する気配ないねーっていう話をしてたんですけど、じゃあ、いかがですか？いかがですか？い収や、束、もうね、収束する気配ないですないけど。ですよね。まあ、皆さん家にいてね、ワーキャー騒いでますけど、僕はね、もうもともと自粛みたいな生活だったんで、そんなに生活に変わりがないという、ことを昨日あ、話しでてもましそれ、た。それ何回聞いても面白いわ。悲しい全よ。自粛でも、自粛じゃなくてもニートってそう。話。ニートみたいな生活よ、本当に。それ面白い。職場と、自宅の行き来だけっていう。ほぼそれだったから、もう全然関係ないっていこっちは、もう、ほとんど。車も少ない。う。人も少ない。ね。地元の商店街が賑わってるってニュースで言ってたわ。全話しちゃっ然賑た。わってない。全然賑わってない。全然賑わってない。そうなの。なんか地元の商店街賑わってて、新宿とか渋谷は全然人がいませんよってニュースでやっだってた。て、地元の商店街、5個ぐらいしか開いてないお店が。すごいじゃん。元から人少ないし、ね。元からかそってる。元からかそってる。なるほどね。って感じ。はい。このラジオは毎週水曜22時に投稿されます。ラジオ形式なので、動画は見なくても、じゃなくて画面は見なくてもお楽しみいただけます。動画は見なくてもお楽しみいただけ ま動画は見てください。土ラジ週刊土ブラタイムズ。このコーナーは土ブラが最近投稿した動画の紹介、感想や裏話を語るコーナーです。一言で言えば宣伝です。ということで言えば宣伝です。はい。ということで、今回紹介するのは2本。まず1本目が、なんだっけ？1本目がモンハン。あ、そうだそうだそうだ、モンハン。クリップでモンハンする、過去ほぼ初見。なるほど。はい。いや、もう気の利いちゃったからな。掘るとこが。掘るとこがない。まあ、3月にプレイステーションプラスで、フリップとして配信されていたモンスターハンターワールド、なるほど。生放送でやっているんですが、どんなはい。話をしてたっけ？俺の悲しい一人話でだ。延々とモンハンしてたそうだ。話。俺の悲しい話だ。一人でそう、延々延とやっ々てとやったてた。話。これ、ストーリー終わるの？
これ多分ストーリーは完結するんじゃないのかな、わかんないけど一応ストーリーとして成り立ってるんだ。結構ね今回はねストーリーに凝った作品だって言ってたよ。なんかもともとモンハンそんなにストーリーつうかそういう感じのやつなかった、ロープレイ、ロープレイ要素じゃねえなんていうの、そのなんかクエストを依頼受けて、そう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 、クエストを淡々とこなすみたいなやつだったけど、今回はなんかちゃんとストーリーが、ストーリーというか構成がしっかりしてて、なんか、うん、ギルドがあって何機団ってあって、うん、自分は5機団なんだけど、その1機団から2機団3機団4機団5機団みたいな感じであって、なんか役職もみんなそれぞれついてて、うん、キャラクターの設定もちゃんとしっかりしててみたいなのもあって、そうなんかね進撃の巨人やってるみたい。ああなるほどね、そうそうそういうストーリーなのね。調査兵団みたいなのがあって、へえとかそういうので気になるな。結構ね面白いよ。ああ面白そう、確かにそれは、うん、割と今まで全然、うん、魅力なかったけどもはそうね、なんか世界中サードしかやってないけど、なんか一気に武器も増えてたし、うん、あそうなんだ、そうアクションもすごい増えてたから、なんか淡々とモンスターを狩るだけじゃなくて、うん、割とアクション性もねいやそうだよね、うん、淡々とモンスター狩るゲームだったもんね。そうそうそう、俺なんてもう一人でやってたからオンラインプレイとかない時代だったから、うん、なかなかきついよね一人でやるの。そうそうきつい、山つかみにどんだけ苦戦したか一人でやってわかるね、砲台使えない、もう大変だったよもうあれ、もうあれで積んでたからね俺も一番最初がきつかったの、もう序盤からもう俺嫌だったセカンド G でもみんなセカ G はやるんだね。うんやるでしょ、その当時みんなやってたもんな、絶対セカ G は持ってたもんな。持ってた、サードは、うん、もうセカ G 一人でやっててきつかったから最初から悪魔武器入れてやってた改造じゃん、うん、まあ、言うて俺もセカ G でなんか友達に入れてもらったわ。じゃあ2本目ですね。2本目がマインクラフト。なるほど、はい、ペペロンのマインクラフトパート5、パート5かな、どこ猿でもわかる簡単毒蜘蛛トラップ制作。こちらはあれだ、動画だ、普通の生放送ではなくてその動画として上がってるやつ、うん、面白かったです。ありがとうございます。ためになるマインクラフト系のやつだね。そうだね、そうためになる動画お願いしますよ結構伸びるからねこういう動画、うん、そうそうそう人の助けになる。そうでもねあのさ、あのうちのチャンネルで一番伸びてるやつあるやん、あの、うん、超お手軽自動釣り機ってやつ、うん、あれがね今度のねバージョンアップでね使えなくなることがちょっと判明してもう運営に釣られてんじゃん。そうもうあれよもうこの動画伸びなくなっちゃう、誰も見る人いなくなっちゃう1.15、 新しいの考えないと。そう 1.15 まで使える。 1.16 からはもう使えないみたいですね、悲しい。今ちょうど自粛中だからさ、うん、上げ時じゃない。そうなんだよね、このゴールデンウィークまでが上げ時だと思う。もうねパート6もね今撮り終えて編集中なんですよ。おパート6撮り終えたの。パート6撮り終えて編集中、早い。マインクラフトの動画にしては早い。早い。ほぼそうか、月1とか月2で投稿っていう。そうだよね、クソ遅い頻度で投稿してるから、なんか忘れた頃にこう出てくるそう、普段 Apex ばっかやってっからさ、 Apex の動画っていうか、うん、まあ、動画もそんな撮ってないんだけど、うん、そればっかりだからね。なんかなかなかヒルレが徐々に上がってきて。あマジ？うん。ヒルレ徐々に。俺もでも上がってるか。徐々に。一回1キル目標に頑張ってる今。なるほどね。この前俺、うん、あの
ゼロキル8アシストでランクも全部キル取られた。なんか嬉しくないね。でもね、ハンマー取ったよ。2000ハンマー。お、パスファインダーで。2000か。2000。うん、でいい、ゼロキルなんだけどね。ゼロキル8アシスト2000ハンマー。2000ハンマー。2000か。欲しいな。悲しい。そんな感じですわ。はい、最後、エペックスの話しラスト。よろしくお願いします。見てください。はい。はい、ということで、今週もお別れのお時間がやってまいりました。はい、はい、シャープ11第11回ですね。はい、で、突然ですが、次回で最終回になります。知らなかった。昨日聞いたけど昨日はもうちょっといい反応だったんだけどな。だけど知らなかった。昨日はあのあれね、突然の事前報告もなく、次回で最終回になりますって言ったらすごい驚いたのに、今回もったいなかった。もったいなかったわ。もう そこだけちょっと流しとくわ。俺の声入ってその時の音声です、どうぞ。あ、そうなんだ。へえ、知らなかったわ。うっきりね。まあ、いっか。打ち切りね。打ち切りというか、ね、まあ、ワンクール分やったからね。うん。12回。いいんだよ。そう。でも、よくちゃんと毎週上げてたね。そうね。敵投稿が苦手な。本当だよ。我々が。よく定期投稿したわ。いや、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そんなわけで、うん、優秀。そんなわけでね、まあ、はい、どうなんだろうね、第2期はあるのでしょうか、ないのでしょうか。まあ、どうですかね。どうですかね。気が向いた気が向いたら、うん、そんなわけで、じゃあ次回が最終回になるんですが、はい、また来週の水曜22時でお会いいたしましょう。さよなら。バイバイ。